皆さんこんにちは。今さら聞けないこと第1回のテーマは今さら聞けない歩き方、そのことを地域おこし協力隊の高木ウォーキング力也さんに紹介してもらいたいと思います。歩き方ってあまり意識したことなくて、生まれてからまあもう勝手にというとあれなんですけれどもまあ歩いてたって感じなんですけれども、正しい歩き方ってあるんでしょうか？当たり前じゃないですか、しげちゃん。数学の方程式もよっぽど大事ですよ。その重要な方程式を僕にも教えていただけますか？さあ、じゃあやりましょうか。はい、しげちゃん、歩くときってね、はい、足の裏どこからついてるかわかるかな？僕はちょっとつま先かな。つま先、はい、間違ってます。いきなりですが、かかとからです。かかとから、よく見てください、はい。後ろ足のかかとの上に重心が乗ってます、はい。前足のかかとがつきました。で、骨盤が左足のかかとにゆっくり乗ります。そして次また新しく足が一歩前、はい、で骨盤が今度は右足のかかとの上に乗ります。これの繰り返しなんですね。これが一番膝関節にも負担にならない正しいローリングした歩き方です。でも例えば腰が痛いとか、はい、膝が痛い人の歩き方、自分が痛くなった時どんな風に歩いてたか思い返してみてください。こんな感じでしょう。そーっと足の裏、前の方からとか足の裏全体でこう歩いてるような感じ、はい。これはですね、進行方向に対してブレーキをかけてるような歩き方なんです。だから歩けば歩くほど膝が悪くなる、足首が悪くなる、股関節が悪くなるので、とっても大事なんです。ちなみに前進するときはかかとから歩きますが、横移動や後ろに行くとき、とっさの行動などはつま先から歩くのが普通のようです。皆さんも自分の歩き方を一度見てみてはどうでしょうか？僕、まあ、だいぶちょっと、まあ、ガニ股というか悪い見本みたいな歩き方なんですけれども、意識するときはやっぱりかかとからいう感じでよろしいですかね？じゃあちょっと歩いてみましょうか。ぎこちないね。ちょっと慣れないですね。いつもと違う歩き方ですけど、でもスイスイと進む気はしますね。こういう感じ、はい。かかとからじゃない？そうですね。しげちゃんのはなんか無理やりこんな感じだったよね。そうですね。そしたらね、もう一つね、はい、ポイントはね、はい、体のどこから進行方向に向かうかというイメージの問題。胃袋、この辺にありますよね、はい。ここから進んでるようなイメージになると、必然的に背筋は使います。お腹はへこまします。腕は振りますので、もう一回歩いてみましょう、はい。ちょっと早歩きするとこうなるかな。あ、ちょっと早めに気持ちいいわ、うんうん。ちょっと急ぐと基本的にいい歩き方に近づくと思います。あとはね、はい、もう一つはですね、しっかりと足だけで歩くんじゃなくて上半身も使ってほしい。例えばですね、仁王立ちしてます、はい。片方の肘をギュッと力入れますね。すると力、腕に入ると同時に背中にも力が入ります。と、そこだけじゃなくて重心、おへその位置が力入れた方のこっちの側の足に乗ります、はい。するとこっちの足は上げやすくなりますね。わかりますか？はい、仁王立ちです。で、片方をギュッと力入れると重心がそっち側に寄ります。わかるかな？右の肘ギュッと力入れる、はい。すると骨盤が左足側に寄る、はい。すると右足が上がりやすくなります、はい。左腕ギュッと力入れて、左腕を、はい、はい、骨盤が
左足に寄ります。はい、右足を上げる。はい、下ろします。はい、今度は右肘ギュッ、左に、おへそを右足の方に寄せます。左足ギュッと上がる。これの繰り返しをやってるんですね。つまりまっすぐ固定してこう歩くんじゃなくって、はい、少しだけおへそはですね左寄って右寄ってを繰り返してるんですね。腰が揺れるとは違うんですよね、うん、そこまでオーバーにかけて少しスライドする。あ、これ走ってる時も一緒です。これがうまくできる人とできない人で、はい、一歩の差が出てきます。なるほど。じゃあそうですね、ちょっとこれやってみましょうか。で、頭はそのまま、頭はそのままで、お尻だけ左右に、隣に人がいるとしたらね、お尻でポンとこうつけ落とすような感じ。ポンポン。これやると、はい、ご年配の方でもなんと片足立ちの秒数がアップするんです。へー。なぜかといったら、おへその位置が軸足のかかとの上に乗るから。はい、つまりこれができないでもうガチガチに固まった状態で片足立ちするともうすぐ落ちちゃいますから、はあはあ、そんな状態で歩いてるんです。こんな感じで、ね、だからブレーキがかかって歩くので膝が悪くなると、そういうことなんですね。だからどれが大事かっていうと、まあ、全部大事です。全部大事、ね、胃袋から進む、背筋しっかり使う、はい、それからこの横の動きもうまいこと使ってかかとから着地しっかり腕振る、これを全部、クリアしてしげちゃん理想的なウォーキングに近づけましょう。はい、でさらに言うとしっかり腕振ると、はい、鎖骨とか、はい、肋骨の動きも上下もう全部動いてると、うん、ウサインボルトはこの鎖骨がすごく上に上がりますね。へー、うん、こんな感じで全身使って、後ろ前後ろ前後ろ、これに腕振りをつけるとこんな感じですね。すると背中に力が入りますね。すると胃袋からまっすぐ前に行こうと、そういう動きになります。いいですね、しげちゃん腕と足が間違ってないですね。これがご年配になるとこうなってくるんですよ。それはその変化の違いがわからない。あ、うん、本当はこうじゃないですか。はい、行きます。ということで皆さん、正しい歩き方のコツ分かりましたか？今すぐ実践してみてくださいね。